ウラジーミル・フィリッポビッチ首名後は、ソビート連邦及び、ロシアの政治家。エリツィン時代の初期に急進改革派に属し、第一副首相、ロシア連邦議会上院連邦会議初代議長を歴任した。1945年2月10日、ロストフナ・ドヌに生まれる。1963年クラスノヤルスク工科大学を卒業する。同年電気工場に就職する。 1967年ソ連共産党に入党する。電気景気関連企業合同で設計者を皮切りに、議士長、総支配人を歴任する。政界入りは、1990年のソ連人民大議員大会で民族会議表議員に選出されたことに始まる。旧新改革派に属し、ボリスエリツィンに接近する。 1991年11月最高会議副議長に就任。1992年6月ロシア連邦政府第一副首相に任命される。エリツィンと議会の間の対立が先鋭化すると、1993年9月1日にエリツィンによって汚職を理由に、首名ことアレクサンドル・ルツコイ副大統領は解任されるが、これは、 反エリツン人への中心人物となったルツコイを解任するためで、シュメイコは9月22日に第一副首相に復帰し、1993年10月には出版情報賞を兼務する。モスクワ総乱後、新たに創設された連邦議会の上院連邦会議議員選挙に立候補し、当選する。1994年1月13日初代上院議長に、 選出された。1996年1月23日まで在職。ありがとうございます。